飲むだけでマイナス10キロ痩せるお茶をお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、普段あなたが飲んでいらっしゃるそのお茶をこのお茶に置き換えるだけで、あなたの腸内環境が整って、しかも健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。またこのチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。あなたの腸活への一歩があなたの明日を変えてくれるんですよ。健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット、今すぐ取り組むことができる動画4本を無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょうね。では今から項目1つ目のお話に入ります。なぜこのお茶を飲むと痩せるのかっていう、その理由がねあるんですよ。3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。もうこれはダイエットにはもう絶対最優先すべき項目になります。なぜかというと、もしあなたが今ダイエットに頑張ってらっしゃるのにもかかわらず、もうなんで1キロでもね、1キロすら減らないのって、またはやったー体重が減ったと思ったらすぐにまた元通りプラスリバウンド以上のですねものが返ってきてしまうとか、そういったことを繰り返していらっしゃるようであれば、あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内環境が悪いからなんです。だから何をしてもね痩せることができないんですよ。以前の私もそうだったんですけれども、もう何をしてもダメなんです。腸が悪いともう健康にもなれない、いろんな体の不調も治らない、もちろん痩せることもできないんですよ、決してです。ですから腸内環境をまず整えてあげることがもう大前提なわけですね。そうすればあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えて、しかも元気になって、いつまでもあなたの腸に居続けてくれるようにさえすれば、あなたは根本的に痩せ体質へとね生まれ変わることができるんですよ。もういろんなメリットあるんですけれども、その善玉菌が増えてくれたことで、あなたがですね普段食べたいなって思う食事が変わることがねできるんですよ。逆に善玉菌ではなく悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌ですよね、その子たちがですね元気になってしまうと厄介なことになります。なぜかというと、あなたのその食欲がですね収まらないんですよ。もう暴走しちゃうとか、なぜかというと悪玉菌の餌になるものが欲しいってね命令されるんですよね。そうするとあなたが食べたいと思ってるわけじゃなくて、あなたの腸にいるそのデブ菌が欲しいっていうのを食べちゃうわけですから、甘いものとか脂っこいものとか、もう絶対これ食べたら太るって分かってるのに食べちゃうっていう、そういう悪いサイクルになってしまうわけですよ。それはコントロールしているのは実はあなたの腸内にいる悪玉菌の仕業だったんだっていうことがここで分かっただけで、あなたはですねもう今すぐ生まれ変わることができるんですよ。逆です。痩せ菌が好むものを食べたくなるように変えればいいんですよ。ということで今回のお茶をご紹介しているわけなんですね。であと2つあります。で2つ目はですね無添加なんです。このお茶はいろんなね余計なものが入ってないんですよ。例えばよくこう粉末タイプになってるお茶とか、いろんな香料とか甘味料とか入ってるお茶っていうのは、もうあれは完全に添加物たっぷりのお茶なんですよ。農薬たっぷりのお茶もそうです。それ良くないんですよ。なぜかというと痩せると思って飲んだそのお茶が添加物たっぷりだったりお砂糖が入ってたとしたら絶対痩せません。なぜかというとデブ菌が好むものだからです。ですから完全無添加であることが第一条件ということなんですよね。そしてもう一つ大事なのはこれ最後ですね、3つ目、ノンカフェインなんです。このお茶でカフェインももちろん脂肪燃焼効果がありますよっていう、そういう歌われ方もあります。もちろんゼロじゃないんです。ただこのカフェインをですね飲みすぎてしまうと良くないことが起こる。
何かと言いますと、あなたの自律神経のバランスが乱れてしまって、スイッチオンのですね、交感神経がもうめちゃくちゃ優位になってしまう。そうすると緊張するわけですから、その間腸がね動いてくれないっていう、その悪循環に陥ってしまう可能性が高くなってしまう飲み物なんですね。ですから1日トータルで今1杯ぐらいはいいかもしれませんけれども、やはり飲みすぎてしまっては良くないわけです。そこでこの今回ご紹介するお茶はノンカフェインティーなんですよってことで終わりたいと思います。ではここから2番目の項目、このお茶の原材料何を使っているのでしょうかということで、その材料とダイエット効果をお伝えしていきますね。まず1つ目は菊芋が使われているんです。そして2つ目はごぼうも使われているんですよね。じゃあまずこちら菊芋からお伝えしますと、あなたは菊芋見たことや食べたことありますでしょうか。これはですね、もう見た目は生姜です。これ生姜みたいなね見た目なんですけれども、味は生でも加熱しても両方食べることができるんですが、もし生であなたがこう召し上がるとしたら、例えっていうのはこうレンコンのこのシャキシャキした感じですよね。あんな感じの歯ごたえなんですよ。でそして香りはですね、なんかこう甘めのごぼうみたいな、こうやって根のね、あえたこう体に良さそうなこう香りがするんですよね。でもしこの菊芋を加熱しますと、ホクホクとやはり歯ごたえもですね、シャキシャキとは変わってきまして、加熱してもホクホクしてて美味しいお芋ということになります。でこちらはですね、もうまず菊芋のすごいところは腸内環境がとっても整うある成分が入っているんですよね。それはまた後ほどご紹介します。そしてあなたの血糖値の上昇を抑えてくれる効果がある、イコールあなたの脂肪を溜め込むのを抑えてくれる効果があるわけなんです。そして何といってもカリウムも豊富だからむくみ改善にもなります。せっかく体重がね減ったのに見た目がむくんだままだと嫌ですよね。そんなことならないようにむくみ改善にも取り組んでいただくといいと思います。そして何よりこの代謝をアップさせることができますから、その体をですね、こう入ったカロリーをこう燃やす力がアップするわけですから、これすごくいいんですよね。そしてもう一つ目、ごぼうです。これは私別動画のごぼう茶という単品でもねご案内してはいるんですけれども、もっともっと詳しく知りたい方は別動画ごぼう茶痩せるお茶をご覧くださいね。ここではとさらっといきます。ごぼう茶もすごいんですよ。脂肪やコレステロール値を分解して吸収するのを抑えてくれる効果もありますし、またその糖の吸収も抑えてくれたり、またこの菊芋と同じで腸内環境が整ったりむくみが改善になったりとですね、いとこみたいですよね。こう効果がもうほとんど似てるんですけれども、それぞれやっぱりいいところがあるわけです。特にごぼうなんかは冷え性の改善にもなりますから、もうとにかくねもう足がキンキンにね、もう夏でも冬でも冷えてますっていう方はごぼう茶ぜひ飲まれてみてくださいね。ただ今回のこの動画では菊芋ごぼう茶ということでお伝えしているんです。でこの菊芋とごぼうに両方共通するスーパーダイエット成分がこちらなんです。イヌリンと言います。可愛いですね、イヌリンみたいな、ね、犬にリンがついたみたいなね、まあ、そのままですけどイヌリンってねすごい覚えやすいと思うんですよ。このイヌリンはヨーグルトにねこう添加されている場合とかもあって、こうもしかしたら原材料名で目にされたことがあるかもしれないですね。あなたもそうなんです。このイヌリンっていうのがですね、もう最強の食物繊維になるんですよ。このイヌリン効果はもういろんなさまざまな食物繊維ありますありますけれども、このイヌリンがすごいのでですね、もうとにかく腸内のもう隅々まで善玉菌にこの食物繊維を届ける力があるんですよね。例えて言うなら私の主人みたいなもんです。何それってねあなたも思ってらっしゃったかもしれませんけど、私の主人はですね私と真逆ですごく細かいんですよ。例えば自宅のですねフローリングのこうワイパーをかける時も、私はワイパーのシートをつけたらもう片手にこうホイ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 みたいなシュー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 でねパパパーって終わるんですけど、それを見た主人がですね何やってるんだってね怒るんですよ。で何がって聞いたら、そんなワイパーのかけ方があるかと、
こうやってワイパーとはかけるんだっていう、そのワイパーをかける極意をですね熱く語りだし、語るだけでも私がキョトンとしてるので、こう実演まで交えてですね主人がやってくれるんですよね。で彼が言うにはですね、そのワイパーのその幅の通りにしっかりとその部屋の隅々までですね、私みたいにこうシュッシュッとこう前後とかじゃなくって、そのワイパーの幅に沿ってこう上まで行ったら、そのワイパーの幅と同じ振り幅で戻って、でそのままワイパーとワイパーの間に隙間がないようにこのままこう下ろすんだと。でまた角まで来たらしっかりそのワイパーと同じ長さでちゃんと戻して、その幅でちゃんと行くんだよってね熱く語ってくるんですよ。はぁみたいな。そうすると私みたいにこのシュッシュッとこうしちゃうと、ただ単にゴミが部屋の端にね寄せてるだけだと、取れてないじゃないか、ちゃんとすくうようにワイパーの幅でこうやってこうやって隅々まで終わらないとしっかり取れないじゃないかってね怒るんですよね。はあなるほどって、まあ細かいなうるさいなってその時は思うんですよ、思うんですけど、でも確かにですね主人がかけてくれた後の床フロアがピッカピカでめちゃくちゃ綺麗なんですよね。なのでですね、分かったってこう笑顔で答えて、じゃあお願いって言って今かけてもらってるんですけど、でもやっぱりイヌリンもそういう仕事ぶりをしてくれるわけですよ。結果もう漏らすことなく隅々までやっぱり綺麗に届けてくれるんですよね。腸内の大掃除をしてくれるわけですよ。ですからあなたもこの菊芋ごぼう茶を飲むことで、まずはいろんな食物繊維あるんだけれども、このイヌリンの効果を使って隅々までその効果を届けてもらいましょうねということと、あと中性脂肪をですね低くしてくれる、減らしてくれる効果もイヌリンにはあります。また血糖値の急上昇もなんとなんと抑えてくれるんですね。ここすっごくポイントですよね。なぜかというと太る原因は血糖値の急上昇なんですよ。急上昇する食べ物を食べるだけで太っちゃうんですよね。その間脂肪がどんどん溜め込んでしまうので、逆にこの血糖値を抑えてくれることで脂肪を溜め込む量を減らすことができるんです。その効果もある。でそのまた食欲を抑えてくれる効果もあるんですよね。イヌリンって名前も可愛い上にね効果もすごいという、このイヌリンをたっぷりあなたが摂ることで痩せ効果がアップして、自然とその腸内環境が整って痩せることができるんですよってお話でした。ではいよいよここから最後の項目に移りましょう。3番目、どのようにしてこの菊芋ごぼう茶を飲むとより効果が上がるのかという飲み方と商品をお伝えして終わりたいと思います。こちらをご覧ください。私が選んだのは国産の菊芋ごぼう茶になります。でここにもですねダブルイヌリンの力ってね力強くあの赤字で書いてあるんですけれど もうまさに私が先ほど2番目の項目で熱く熱く語ったあのイヌリン効果がですねダブルでこれ取れちゃうんですよっていう飲み物になるんですよね。でしかもこれはですね佐賀大学の菊芋健康プロジェクト共同開発商品ということで、なんかもう思いがめちゃくちゃこもっているのがこう伝わってきませんか。なんか応援したいなと思ってね思わずいろいろあるごぼう茶の中からこのごぼう茶選んだんですけれども、プラス嬉しいのが、まあ、の重複しますけれども、食物繊維がたくさん取れるそのイヌリンがいっぱい入っている、あとノンカフェインなのでその腸に負担をかけない、そしてなんといっても低糖質なんですよ。お茶も結構気をつけないとですね、こう知らない間に糖質取ってたということが多いんですが、こちらのお茶は低糖質になるんですよね。こちらは糖質量がですね1袋 15g あたりが 4.1g です。でこちら1袋あたりが 15g で 1g かける15歩、まあ、15パック入っているんですね。でこちらは、こちらが株式会社アジカンさんという会社が作ってくださってるんですけれども、こちら裏面を見てみますと、そのアジカンさんとその佐賀大学の共同開発、まあ、プロジェクト商品ということで菊芋とごぼうで美味しいお茶に仕上げましたということで作ってくださってるんですよね。でこちらはですね、だいたい 150cc の熱湯に対しての1パックになっています。でもしも、まあ、似たような商品があったとしても、この裏にですね、だいたいその飲み方が書いてあると思いますが、ぜひご参考にしてみられると間違いないと思います。で私のおすすめの飲み方はやはり冷たい
お茶にせずに温かいまま召し上がっていただきたいっていうのがですね、もう一番なんですね。なぜかというと、そのお茶を作った後氷をガンガン入れたりとかですよ、冷蔵庫でこうキンキンに冷やしちゃったりすると、もう腸がですね悲鳴を上げます。ひーって、もうこんな冷たいのいきなり入れられたらもう動けないじゃないってね、ピタッとやっぱ動きがね弱まってしまうんですよね。でコンコンと冷やした結果、代謝が落ちてしまって低体温になってしまって、もう本当に太ってしまう道のね、もうまっしぐらってことになりますから、もうとにかくですね、こう冷たい飲み物は痩せるためには NG ですから、もうせめて常温かホットでできれば飲んでいただきたいなと思います。そこが痩せるポイントのもう大前提になりますので、ぜひあなたもこの菊芋ごぼう茶でしたらホットで召し上がってみてくださいね。でまたこの菊芋そのものがですね、まだまだその多く普及されていなくって、なかなか簡単に手に入らないものって言われてるんですよ。そんなねスーパーでも、あ、菊芋普通にジャガイモと同じように売ってますかって話ですよね。売ってないですよね。なので、まあ、普段からお茶じゃなくてもこういった菊芋食べたいなって思うんですけども、なかなかやっぱり売ってないんですよね。そこでこういったお茶に加工されているものを召し上がっていただくことで、いつでも手に入りますし、また取りやすいですよね。お茶になってれば摂取しやすいので、ぜひこのダイエット効果が高いイヌリンをたっぷり含むこの菊芋はなかなか手に入らない分、こういったお茶で代わりに召し上がってくだされば嬉しいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の痩せるお茶はもうとにかくポイントはイヌリンですよね。イヌリンってね、もう呼ぶだけで可愛いなって、私はこう響きが好きなんですけども、ぜひあなたもこのイヌリンを多く含んだお茶を飲まれることでダイエット効果を上げていっていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。